トゥンベスは、ペルー北西部の都市で、トゥンベス県の県と、トゥンベス川に臨む、エクアドル国境に近く、人口は9万4702人。カピタンファップ、ペドロカンガロドリゲス空港がある。ピサロコープレ、インカ時代、この地域には、トゥンピス文化が栄えていた。その前世紀には、人口は17万8000人に達したと推定されている。 15世紀に入ると、インカ帝国のパチャクテクがトゥンベスを領有し、戦略上の拠点とされた。後に、ワイナカパックは、トゥンベスの街道、住宅、宮殿の建設を命じ、開発が行われた。スペインが、インカ帝国を征服し始めた1528年、コンキスタドールのフランシスコ・ピサロがトゥンベスを訪れた。ピサロは1532年にも、第二次遠征隊を組み、 中長チリマサと改戦した。征服を完了したピサロは、スペイン人の勝利の印として侵略した領土に十字架を建てたと伝えられている。南アメリカの先住民で、初めての通訳として、ピサロ一行のペルー征服を助けたフィリピージョとヤカネは、トゥンベスの出身である。植民地時代のトゥンベスの人口はまばらで、祈祷王立アウディエンシアに帰属した。 1563年と1740年のセドゥラでもその所属は変わらなかった。トゥンベスがスペインからの独立を宣言すると住民はペルーへの編入を選択した。これにはまずオコロンビア共和国が本意を促し、エクアドルも植民地時代の特許上を理由に領有権を主張したが、とろに終わった。1942年のリオデジャネイロ議定書でエクアドルは ペルーの領有権を事実上認めたが、高級的な平和は1995年に最後の武力衝突が起きた後の1998年まで訪れなかった。その年、ペルーのアルベルト・フジモリ大統領とエクアドルのハミル・マワ大統領は最終文書であるブラジリアン・イーテーションに調印し、エクアドルはそれまで領有権を主張していたトゥンベスその他におけるペルーの領有権を 改めて承認した。ステップ機構で年間降水量は258.2ミリである。夏に当たる1月から4月にかけては気温が高く降水量が多い。冬に当たる8月を中心に若干気温が下がり、降水量が少なくなる。ありがとうございます。